花はついに記憶を取り戻し、呪いから解放された。しかし、かつて敗れたラドロスは再び現れ、火の精霊のパワーはなんと彼が吸収されてしまった。新たな力に目覚めたアスタは、彼に勝利することができるのか。突然現れた魔女王の目的は、黒の暴牛の運命はどうなるのか。諦めないのが